ありがてえ、クロコダインのおっさんよ。あんたが来てくれりゃ百人力。おっさん、震えてるのかよ。クロコダイン、いかに貴様でもこの私と戦ったらどうなるか分かっていると思うが。死ぬだろうな。だがそんなことは覚悟の上だ。俺たちも戦うぜ。無駄だ。どういう理由かは知らんが、この男には呪文の類が全く通じないのだ。素手か武器による直接攻撃以外はおそらくダメージを与えられまい。さすが獣王、見抜いていたか。事情は聞いていたと見えるが、ならばなぜ邪魔をする。我が子をこの手に取り戻すことの何が悪い。大の本意ではあるまい。なるほど、もはや完全に人間の味方というわけか。残念だぞクロコダイン、私は軍団長の中では最もお前を飼っていたのに。そういえばあのヒュンケルという男も嫌いではなかった。あの人間を憎む氷のような心がな。だが私の気に入った奴はみんな魔王軍を去る。よほどハドラーに人徳がないのかな。それは違う。ヒュンケルはどうだか知らんが、俺はハドラーや大魔王バーン様のためなら死んでもいいと思っていた。主のために命を捨てるのが真の武人。その対象が今は大になったというだけの話だ。大がいなかったら俺やヒュンケルはいつまでも魔道をさまよっていたに違いない。あいつは俺たちの心の闇に光を与えてくれた太陽なのだ。クロコダインほどの男の心をここまで動かすとなんということ。太陽、太陽の子か。ソアラ、クロコダイン、そこまで言うなら仕方がない。だが戦うとなればお前は真のドラゴンの騎士の恐怖を知ることになる。大とは比べ物にならぬ完成されたドラゴンの力をな。なんだ、闘気こそ凄まじいがまるで棒立ちではないか。くん、戦う気がないなら遠慮なくその首をもらうまでだ。バカな、斧の方が砕けるとは。これぞドラゴンの騎士最強の秘密、ドラゴニックオーラ。このドラゴンの紋章が輝くと私の体はドラゴニックオーラと呼ばれる生命エネルギーの気流に覆われるのだ。それは全身を鋼鉄のように強化し、あらゆる呪文を弾く防御膜となる。そしてこのドラゴニックオーラを全開にし、その威力を持って戦えば、この地上のいかなる生物も太刀打ちできん。これでもうお前は戦えまい。降伏しろ。姫さん、ダイを頼む。分かったわ、ベホマをかけてみる。何の真似だ。魔法が効かねえんだからこいつでぶったたく。血迷ったか小僧。私が徹底的にクロコダインを叩いたのは、奴のようなタイプが一番恐ろしいからだ。あらゆる呪文を弾くこのドラゴニックオーラも、それ以上のパワーや闘気をもってすれば貫かれ、私の体も傷つけられてしまうからな。クロコダインならともかく、貴様のような非力な魔法使いの一打などかほどにも感じぬわ。それでもやってやら、行くぜ。クロコダイン、
この場は俺に任せろと言ったはずだぞ。でもその体じゃかないっこねえだろ。まだ左腕が生き残っている。それにたとえ両目が失われようとも俺にはまだ心の目がある。お前が拭ってくれた心の目がな。俺が？そうだ、あのロモスの戦いの時お前は絶対かなわぬ相手であったこの俺に命を懸けて向かってきた。その姿に俺は信じ合いながら戦う人間の素晴らしさを見た。俺の心の濁った汚れを取り除いてくれたのはポップ、お前だ。おっさん。だから俺も命を懸けるのだ。バランがかなわぬ敵だと言ってこのまま手をこまねいていたのではお前の仲間たる資格がない。さあ行くぞバラン、これが俺の最後の技だ。バカめが、今のお前の攻撃などこちらはいくらでもかわしようがある。だが貴様らにこれはかわせまい。ギガブレイク。先ほどは相手が D のゆえに力をセーブしたが今度は違うぞ。たとえかつての領有といえども人間を素晴らしいなどと抜かすやつを生かしてはおけん。二人揃って灰になれ。まさか。おお、ダイが復活した。今さら復活したところでどうなるか、全員まとめて吹き飛ばすのみだ。ギガテイン。何バカな。クロコダイン、俺の撃つ方向に合わせてあの技を。よし、アバンストラッシュ。そこだ、銃を快進撃。